本日は、微分方程式についてです。y' プラス 2xy イコール0、y0 イコール1。これを満たす微分方程式の解を求めようという問題です。この問題、どういうふうに解けばいいかと言いますと、まずこの y' というのが、まあ、dx 分の dy というふうにできるっていうことに注目しましょう。そうすると、まずこの 2xy っていうのを移行させてあげる。で、その後に、まあ、両方で dx をかけるって考えてあげましょう。dx をかけ算するってことですね。 はいで、dx を掛け算することによって、えー、まあ、こんな感じにすることができる。で、あとはそれぞれに積分をつけてあげましょう。そうしたら、あとはそれぞれのこの値っていうのを積分していけば OK です。で、積分するとき、今回不定積分なので、プラス c っていうのは忘れずにお願いします。で、logy イコール、はい、こういった形になりますので、y イコール e のマイナス x 次乗プラス c っていう風にすることができます。 ただ、この c が何かというのが分かってませんので、ここで使えるのが、はい、この y0 イコール1というポイントです。なので、この式、はい、x に0を代入したら1ですよってことなので、1イコール e の c 乗となりまして、はい、c イコール0。こんな感じで答えることができますので、そのまま代入してあげて、y イコール e のマイナス x の2乗。こんな感じで答えることができます。微分方程式の解法、こんな感じでできますので、しっかりと押さえていきましょう。以上になります。